日頃は PMDA の業務にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。本動画は PMDA プログラム医療機器審査室が担当します。今回はプログラム医療機器審査室から申請者の皆様にお願いしたいことについて具体的な経験事例などを交えながら解説します。 プログラム医療機器の規制概要や審査の概要などについては別の動画でも解説されておりますのでここでは申請者相談者の皆様にお願いしたいことを中心にお話しいたします今回お話しする内容はこちらに示す通りです前半は、 審査について、審査が長期化する事例などを交えてお話しします。後半は、相談、特に対面助言について、具体的な事例を交えてお願いしたいことについてお話しします。どうぞよろしくお願いいたします。まずは、審査について、 承認申請前に申請者の皆様に確認いただきたい事項についてお話しした後に、審査開始後、審査が長期化した事例などについてご説明いたします。まず、承認申請前に申請者にご確認いただきたい内容はこちらのとおりです。 提出資料において、品目のコンセプト、差分評価などが説明されているかを確認してください。また、事務的な内容に関しても、合わせてご確認ください。審査担当者は、いただいた申請内容を確認し、内容を理解した後に審査を開始します。 審査開始時に審査担当者は評価資料と申請資料全体を確認します。このスライドでは審査の長期化につながる主な要因をお示しします。まず、申請内容に語気や不適切経験などがあると、その対応を優先していただく必要があります。 次に、製造元や医学専門家などとのやりとりが多数発生すること、語気による回答の変更などにより、紹介に対する回答受理の遅延が生じる場合もございます。また、承認申請前に実施した対面助言に対する対応が不足していることから、再評価や追加試験が必要になり、 審査の長期化につながることもございます。このスライドでは、実際にあった審査長期化事例をいくつか取り上げてポイントを解説します。まず、申請資料や紹介回答に誤りが多い事例です。試験報告書の語記が発覚し、 申請書の総点検が実施されたという事例がありました。また、紹介回答においても、記載の誤りが多く、結果として、審査の進捗にかなり遅れが生じました。提出資料に誤りがないよう、提出前に十分な点検をお願いします。 次に、対面助言で議論した試験項目が不足した状態で申請された事例です。対面助言で議論した試験項目が不足した状態で申請されました。申請された試験項目だけでも十分な評価ができていると考える理由を確認しましたが、十分な説明が得られませんでした。 最終的に不足した試験項目に関する追加資料を提出いただきましたが、評価項目の不足があり、試験条件などの妥当性が説明されませんでした。この事例を踏まえて、製品を評価するための試験項目に不足はないか、対面助言で 議論した内容と別の方針で申請する場合その差分とそれでも妥当であると考える説明が整理されているかを申請前にご確認くださいここまでのポイントをまとめさせていただきます1点目ですが性能および安全性に関する企画は 審査における重要なポイントです。企画内容や企画に対する試験内容の妥当性をよく確認してください。試験プロトコルや試験結果の妥当性に懸念がある場合は、事前に対面助言の利用を検討してください。また、2点目ですが、提出資料に語記などがないよう、 十分に点検の上ご提出ください。なお、これは申請と相談の両方に言えることですが、申請者が理解できていないことは、審査員でも理解できません。輸入品や成人生飯案件であっても、申請品目や提出資料に対して責任を持ち、 十分な説明が可能となるように準備をしてください。機械翻訳などの使用は否定しませんが、事前に提出資料を読み返して、第三者でも理解しやすい日本語や図表などになっているかを確認してください。また、審査期間中は、製造元や開発元に情報提供をお願いすることも 往々にしてありますのでスムーズに連絡を取れるような体制の準備もお願いいたしますまず薬事開発に関する相談の流れについてお話しいたしますいろいろな進め方がありますが一般的には 次のように相談を実施していくことが多いです。最初は全般相談といった無料相談が申し込まれます。この相談では、個別品目に関わらない一般論、通知、制度などについての紹介や相談区分のご案内をしています。ここで相談品目のイメージや 相談者としてどんなことを悩んでいるかを審査員と共有し、この後、どのような進め方をするべきか議論することが多いです。ある程度、目標とする対面助言が定まってきたら、次に準備面談を実施します。準備面談では、相談したいことに対応する相談区分や、 対面助言の相談資料に盛り込んでほしい内容の確認をします。なお、全般相談で対面助言資料の確認を実施することも可能です。この後、対面助言に進みます。なお、ここまでの相談と対面助言の違いですが、ここまでの相談では、 開発品目に対する公式な見解をお伝えするようなことはありませんが対面助言では機構としての正式見解をお伝えしまた書面に残すという差があります対面助言に向かうまでの流れですが1日程調整依頼2資料搬入3 助言に必要な情報を収集するための紹介回答。4. 対面助言。5. 記録のお渡し。というフローで実施されます。最後に、対面助言での解釈の確認などが必要な場合は、適宜フォローアップ面談で確認することができます。以上が一般的な対面助言に関する流れでした。 ここからは実際にあった相談事例についてお話しします。はじめに、年度末の対面助言申し込み駆け込み事例です。研究費の都合により対面助言が必須であり、年度末までに実施したいとの連絡が突然ありました。また、連絡時に相談資料は作成できておらず、 資料搬入日までに提出したいと希望されました。しかし、資料搬入日までの提出もかなわず、相談自体をキャンセルすることになりました。結局、年度末の対面助言はかなわず、相談者自身で研究費の申請先との調整を余儀なくされました。この事例を踏まえて、 赤字でお示ししているポイントについてご協力をお願いいたします。研究費申請などの都合上、対面助言が必要であれば、余裕を持ったスケジュール調整をお願いいたします。年度末は同様の対面助言の希望が多く、必ずしもご希望の期間に実施できない可能性があります。 日程調整依頼までにはある程度相談資料が作られているように準備をお願いいたします。なお、日程調整依頼書のご提出から対面助言の実施まで一般に1から2ヶ月の期間が必要となるため余裕を持ったご連絡をお願いいたします。次に、 対面助言記録への未対応事例です。内容については割愛しますが、この事例を踏まえて赤字のポイントについてご協力をお願いします。対面助言を有効活用するためには、指摘された課題や不足していた評価などを正しく認識して、フォローアップ面談なども活用して申請までに、 解決することが重要です。対面助言での指摘事項を事前に解決しておくことが、審査期間延長を防いだり、審査期間の短縮につながります。ここまでのポイントをまとめさせていただきます。対面助言が同一期間に集中した場合、 希望の期間内に実施が困難な場合があります。対面助言の実施期限がある場合は、余裕を持ったスケジュール調整をお願いいたします。日程調整以来までには、ある程度相談資料が作られているように準備をお願いします。相談は、 相談資料に基づき検討されますので、相談資料の記載内容が曖昧な場合は、具体的な助言ができない可能性があります。あらかじめ、事前見解を希望する場合は、日程調整依頼書の提出時にお知らせください。原則として、対面助言の日程調整完了後に、 事前見解ありの相談区分への変更はできません。また、事前見解ありと事前見解なしの場合で、相談資料の搬入期限が異なりますので、ご注意ください。対面助言を有効活用するためには、指摘された課題や不足していた評価などを正しく認識して、フォローアップ面談などを活用して申請までに、 解決すすすることとが重要でで本日のまとめです実際の製品を確認・使用できるのは申請者であることから承認申請にあたっては十分に製品を理解しその特徴や機能を説明できるようお願いします製造元との コミュニケーションを円滑にしてください最後のスライドとなります審査担当は申請資料や申請者の皆様からの説明をもとに製品を理解します早期承認のためには申請者と審査チームが協力することが重要ですこれからも力を合わせて進めていきましょう 以上となります。ご清聴ありがとうございました。